イディオ震えるぞハート。皆様ご無沙汰しております。テレビアニメジョジョの奇妙な冒険シーズン1第1部ファントムブラッド、ジョナサン・ジョースター役の沖津和幸です。久しぶりすぎて動揺しておりますが、皆さんこんにちは。この番組は荒木裕彦先生原作のテレビアニメジョジョの奇妙な冒険シリーズのラジオ番組です。11月は私、12月はジョセフ・ジョースター役の杉田智和さん、2021年1月は空城城太郎役小野大輔さん、2月は東方丈介役小野裕貴さん、3月はジョルノ・ジョバーナ役小野賢章さんと、第1部から第5部までのジョースターの決闘が月替わりでお届けしていきます。もうなんか大変なことになっておりますけれども、なんでこんなことになっているのかと言いますとですね、なんとこの度アニメーションシリーズ初となる歴代主人公キャストが集結するイベント、2021年4月4日にジョジョの奇妙な冒険ジ・アニメーションスペシャルイベント、ジョースター受け継がれる魂の開催が決定いたしました。イエーイ。さあ一人で盛り上がっていきますよ。登壇者はジョナサン・ジョースター役沖津和幸、ジョセフ・ジョースター役杉田智和、空城城太郎役小野大輔、東方丈介役小野裕貴、ジョルノ・ジョバーナ役小野賢章を予定しております。チケット情報などの詳細は今後発表となりますのでお待ちください。そんなイベントの開催に合わせての番組です。もうすごい情報量ですよ。小野さん、あの名前がもう小野さん小野さん小野さんって、ね、口が回らないっていうところで、ね、本当に久しぶりすぎてびっくりしておりますけれども、なんとそのイベントの当日はですね、ジョナサン・ジョースターの誕生日ということで、もういくつになったんでしょうかね。生きていたら100年を超えていると思いますけれども、もっと超えてますかね。はい、どんなイベントになるのか今から楽しみでございます。概要についてはこの番組で少しずつお話できるかなと思っております。4月まで長い旅になりますがお付き合いください。いや、もう初めてメインパーソナリティということでですね、緊張しきりなんですけれども、一人でやれるって言ったんだけど、どうしても来たいっていう頼もしい仲間をご紹介いたしましょう。この方です。ジョースターさんが心配なんでくっついてきた。オラおせっかい焼きのスピードワゴン。役の上田洋次です。よろしくお願いします。上田さん来ちゃったね。来ちゃった来ちゃったいや来ちゃった。そう、さっきからいや久しぶりでってね、オープニングに言ってたけど、ね、あなた初めてだからねって感じで、あそう、実はね、ジョースターさんがメインパーソナリティでっていうのは、はい、そうですよ、初めてだ。ジョースターレイディオ、レイディオ、スタジオも違ってますからね。そう、違ってるらしいんですけどね、あの前もここだったって勝手に思い込んでて記憶が曖昧。もう歴史がね、何年7年超えて8年かみたいな、なんかだって12年の秋版だもん。はい、うわー、2012年の10月から2013年の4月の頭まで、そう、頭までやったんですよ。放送されていたのが第一シリーズで、レディオが1月からのスタートだったんですよ、正月から。実はだからもうね、普通ね、うんうん、あのいきなり話になっちゃうんですけど、うん、プロモーションって前からかけるやつ多いじゃないですか、このアニメのプロモーションのラジオってね、うん、でこれは、はい、もう始まっちゃってから、うん、あの時どうなったんだいっていうその検証でやっていくっていう、うん、そのバリバリ言ったらネタバレありでいけるっていう。いや、最初からもうあれなんですよ、秘密にしすぎなんですよ。そうそうそう、ジョジョ第1部ファントムブラッドに関しては、あそう、宣伝しない。あ、そう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 、もうアニメだけでいく、そういうね方針で確かやってたんですよ。あの、ね、下手したらね、ある意味出遅れてたっていう、うん、だったんですよ本当に。さ、なんか愚痴みたいになってきましたから、そう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 、ね、いろいろあの懐かしい話がもうつきませんけれども、はいはい、こんな感じでジョジョの奇妙な冒険のコンテンツ全体を振り返りながらもお話を進めていきたいと思います、はい、いやー懐かしいですね。なんかもう、ね、記憶のすり合わせを打ち合わせでしたじゃないですか、うん、いや本当年取ったなと、あの時ああだっけこうだっけどうだっけね、プロデューサーさんどうでしたみたいな、いや感じますよ。だって8年だから、そうそう、だって、うん、ディオとね、うん、ジョナさんが一緒にいたのが7年って言ってたから、うん、それあそっか7年でね、そうずっとディオのこと嫌いだって思いながら仲良くしなきゃって思ったあの苦悩の7年間を1話から2話の間ね、うん、
それ超えたんだ。そう、超えてんのよ。こわ、えらいことですよこれは。えらいことですね。いや久しぶりに見たんですよ、このラジオやるからっつって第1部を。そう、僕もちょっと、いや面白いですね。そう、本当にね。いや演じてた頃は僕はなんかこう真面目にディオと向き合わなきゃって思いながらやってたから、ディオのなんか面白さってあんま分かんなかったんですけど、こいつおかしなやつだなって思いながらそれみんな面白いって言うわって思って、これがディオのカリスマなのかって思いながらね。そう、改めてだって僕は2話から入っていったから、うんうんうん、そうそう、だから悪かった、悪かったね、悪かった、ね、出だしがね、帽子くるくる回してそうそう、すごかったですね。そう、うん、だから1話で何が起きてたかっていうのをスタジオで、うんうんうん、っていうのを知らずに入っていってるんで。そっか、そうそうそう、1話すごかったんですよ。ええ、めちゃめちゃくちゃね、ジュナさんって坊ちゃんでした。あ、いやそれは、まあ、それはね、改めて言ったらすごい坊ちゃんなんですよ。そうそうそう、うん、そりゃパパも怒るわと思って、パパも怒るわパパも厳しく上々って言われ、ね、マナーが上がってないっって、本当にいい声代表みたいな、うん、この業界の中でもいい声代表みたいなパパ、かっこよかった、かっこよかった、かっこよかった。冷たい、冷たい、菅原さん冷たい、いつ冷たかったろ。いやもう1話の時はね、そうか、1話の時はもうどれだけジョナさんが涙したことかですよ。あ、もう名台詞と言われる名台詞がほとんど1話に詰まってましたからね。そうね、そこに知れる、憧れる言ってましたからね。あ、なんかそう、実はレイディオもね、はいはい、1回目をちょっと聞いたんですよ、久しぶりに。ちょっとあ、ジョジョレイディオ聞いたんですか。思いながらも、そう聞いたら、ええ、オキス君が言ったのは、うん、1話は割とメインキャラはね、もうほら、うん、オーディションも一応通って OK 通ってやってるところだから、うんうんうん、はい、まあそんなにあれではなかったと、割とまあまあすんなりいったと、うん、一応すんなり通りました。実は、うん、そこにしびれる憧れるが、うん、一番大変だったっていう。いやそうそう、そうなんですよ、もうこのセリフが一番大事だからねって、一番全編通して多分言われたのはそこにしびれる憧れるだと思うんですよ。そう、まあ、僕がね、あれラジオで言った話なのかな、川澄さんが僕に対して、うん、いやみんなが言いたいセリフ言えるんだからね頑張ってってオーバードライブの時に ね言ったって言われる話は大きくなってますけど、うん、現場で一番こだわって撮ってたのはそこにしびれる憧れるだったと僕は記憶してるんですよ。そうだって岩波さん的にも出だしこれがうまくいかないと、そうもう先に進めないっていう、岩波さんがバンバン演出してもっといけるやろ、もっといけるやろっつってだ、それで少年 A のセリフがね仕上がってるわけですよ。そっから始まってんですか、ドエロ少年 A。 ひどい、ね、インパクトがすごいからね、ひどい色、名前もないんだけどね、ひとね。うん、あ、ちゃんとあの頃の絵をねここで見せてもらってますけど、カラーと漫画の方で見せてもらってますけど、ひどいよ、初キスしたらもう俺の勝ちだみたいなことを言ってリオがあれ今見ても衝撃的だったもん。で頭はいいですよね、どうね、ね、手段とかどうでもいいんだもん、ね、手段とかどうでもいい初めての相手はジョジョではないこのディオだっつってバーン、そうそう、泥水で口をすすむんですよこれも天才だなと思いましたよ。もう泥の味がしたんですよね、ディオのキスはディオのキスは泥の味なんですよ。あんなやつ嫌いってこうエリナは思ってたっていうところですよね。ひどいやつですよ。ひどいやつ。いや、ひどいやつなんですよ。そうそう。最近ちょっとね、慣れ合ってた、僕。え？ディオと慣れ合ってたと思う。ディオと？なんかね、第一部を通して演じたことによって、うん、なんか友情を感じてたけど、改めて今回ちょっと見てみたら、あいつはひどい。あいつはひどい。ちょっとね、思い出した。そう、こいつは生まれついての悪だった、ね。わあ、ゲロイカの匂いがブンブンするやつだった。ブンブンするぜだからね。うん。そうですよ。そうそうそう。いや、これもしかして怪獣しようとして小屋さんは僕に対して優しくしてるのか。いや、どうなんだみたいなね。なんかちょっと小屋さん待って。だからちょっと混じってるけど。混じ。いやなんかね、混じりがち混じりがちなんですよ、そうそう僕ね。でもほら小屋さんは収録の時に、うん、君と仲良くしないからって言って。実際一話の時ね。そうそう。おはようございます。よろしくお願いします。離れたところに。座ってたんだよね。あいつでも絶対あれですよ、涼しいとこ陣取っただけなんですよ最近分かったんですよ、それも
僕がいつも汗だくになって頑張ってたって言ってたけど、まあね、始まった時がもう真夏だった、うん、収録が始まった時、ね、そう T シャツ1枚やってたでしょ。で確かにこうね熱演しましたよ自分で言うのもなんですけども、うんはいはい、熱演しておりましたけれども、あの席あのマイクは風が当たらない場所なんですよ。で一番あの涼しいところにね大川徹さんがナレーションの大川徹さんがちょっと寒いからさちょっと寒いから、いや寒いからさって言われたら言われたらもう下げられないですよ。あだってだって待ってるわけですから、まあ、それはそう決めるところはビシッと決めていただかないとやっぱりナレーションの方には、もう先輩ですからね。もう先輩の中ですもん。ひよっこでしたからね、あの頃の私は本当に。だからなんかそういう意味では僕もものすごい、うん、ジャンプのその原作のアニメでしかもこれだけ有名なタイトルで、うん、一応ちゃんとした役っていうので出ていくっていうので、うんうんうん、個人的にもこれで世に出るんだみたいなね。めちゃくちゃ張り切ってましたよね。まあ張り切るというかね気合を入れていってそばにポソってきて、いや俺たちこれでやろうなっつってそんなこと言ったかよかったね俺たちっつって一緒に頑張ろうなっつって上田さんに言っていただいて、そんなこと言ったうわもうちょっともう恥ずかしいな。朝現場だったじゃないですか。朝現場だったからみんなスーってもうねじゃあ次の現場なんでって言ってたんですけど、上田さんと僕だけちょっとあなんかせっかくねなんかあるからちょっと喋りたいなみたいな時に上田さんとおしゃべりする機会あって、いやいいねっつって頑張ろうぜ俺たちで、俺たちでディオ倒そうぜっつっ て, ってそんなことは もう今だから言いますけどね。いや今だから言いますけど、うん、なんか恥ずかしいわこうやってこうセキュララなトークも今ならできるっていう ねでも本当にね小安さんにとにかく気合い入れていかなきゃと思ってブラーって、うん、もうまあ最初からねテンション高いジーンだったし、うんうんうん、でバーってやって今でも目を閉じるとあのなんか帽子を回してるところが思い浮かぶもんスピードワゴンさん、そしたらなんか小安さんに、うん、もうちょっとさおとなしくやろうと思ってたのにまたうるさくガーって温度上げちゃうからみんな頑張んなきゃいけないじゃんって言われて嘘ですよ一文だけあの人うるさかったです。そうしたらねそう一話オンエア見たらね最初から飛ばしてるやないかいって思っていやいやもうめちゃくちゃ飛ばしてましたからね。いやでもそう、じゃ2話はそれであれですよ、最初ラグビーのシーンから始まってて、あの実況の方がもうフルテンションできてから、そうだそうだそうだ、もうそれは僕は重機関車のごとく駆け抜ければなるまいと思ってもう全力で走ってぶつかって、ね、でも中は良さそうだけど良くないっていうそうそうそう懐かしいわ。まあ、とにかく全部まあ、元々の原作の絵がやっぱりものすごく物量の高い、うんうんうんね、パワフルな絵ですから ね普通に喋っちゃうこれはまあ負けちゃうだろうというのがあって、うん、でかつそのもうスタッフさんがみんなもう大好きで、うん、要は俺たちが見たかったジョジョを作るんだっていうところでやってたスタッフさんっていうのがもうだからガンガンこの向こうの調整室からのプレッシャーがすごいわけですよ。うん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 、だって岩波さん自体がもうちょっとこう、うん、ジョジョは怖い作品だっていう余計な口出しはしないから後ろがねこう言ってこう、そうスタッフ陣の皆さんがその第1部第2部とかまだスタンド前の波紋世代だったんですよ。ね、最初からの波紋世代だと、いや俺たちは波紋の時代を生きてきたからさっていう方たちだったから、うん、俺たちの見たかった波紋をね見せてやるぜみたいなテンションで来られてたから、そう、ね、あそうなんだと思って、いやスタイリッシュなジョジョもいいけどね、うん、暑苦しいジョジョもいいもんだぜっていうのをこうもう一度、そうみんな知らないだろうっていうね、そうそうそう、だって言われましたもん昔先輩に、あのジョジョの奇妙な冒険僕まともに読んだことがなくて、うん、で先輩に言ったら全巻揃ってたわけですよ、で第1部第2部第3部第4部第5第6部まで今ありますけど、うん、どこがいいですか読むなら、うんそうだね第3部からでいいんじゃないって言われてで僕は正直に第3部から読み始めた。おい読み始めた。つって2、3冊読んでスッと本棚に返しちゃったんですけど、その時は。でも先輩はそんなこと言ったけど、うん、第1部第2部読んでからの第3部読んだら盛り上がるわけじゃないですか。うん、そう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 。第1部第2部がどんだけ大事かっていうことを改めて今世に問おうと。
8年前にそうだから多分これね、結局アニメもそういう現象が起きてると思うんですよ、うん、結局は。あれ、しまったえ石丸った？いや要は、うん、そうそう、アニメで、うん、その最近の4部5部から見始めたけど、うんうんうん、実は1部2部なんか本当に見てない、うん、まあまあね、絶対いるから。もうえ、もうそんな、多分そうだって8年だもん。そんな8年か、だから小学生卒業してるもんね。そうよ、そうだよね、うん、だって人形劇とか好きみたいな人たちがもうなんかあれだよね、そうそう、だっておっぱい揺れるやつの方がええわみたいになってるってことだよ、ね、個人的な話するとうちの、うん、やっぱ子供がまだ学校上がる前だったのが、うん、もう今6年生になって、えー、6年ね、そこが一番俺今フェーダーガー下がってる、いつも引きましたよ、いつも引きましたよ、そう、それぐらい経ってるからっていうことは、やっぱりそのほらアニメでもそういう現象きっと起きてるはずなの。もうそのうち酒飲まずにはいられないとか言いながら酒飲み始めますよお子さんもこのセリフを言うために僕は大人になったんだみたいな、あというじゃないですか。だから改めて、はい、うん、やっぱりもし見てない人がいたら、うん、ぜひ見てほしいなっていうことなんですよ、これは、ね、本当に何があったのかっていうことをね、うん、だって僕らがやってた時もやっぱり嬉しかったのは、うん、1部2部ってこんなに面白かったんだっていう、そのジョジョのファンの人でさえそう言ってくれたっていうのがすごい嬉しかった。わかる、もう話尽きなさすぎるけど別にいいですか、うん、あのこれ15分ぐらいの番組っていうのも初回はついつい溢れ出す思いがね、やっぱ始まっちゃうと ね、 ね、じゃあメールはすごくたくさん、すごくたくさんいただいて、ね、開始おめでとうございますってメールがたくさんいただいておりますんで、ペンネームアイリさんからいただきました。おきつさん、上田さん、こんにちは。すごく久しぶりのジョジョ関連のお仕事ではないでしょうか。お二人のお話が聞けることをとても嬉しく思います。私は今年の7月からジョジョを見始めました。お、紳士でかっこよくて男らしくて強くて優しいジョナさんに惚れて、そこからどっぷりとジョジョ沼に浸かっています。ありがとうございます。ジョナさんに出会っていなければずっとジョジョを見ていないと思うくらいとても大好きなキャラクターです。そんなジョナさんを守ってきたクールなスピードワゴンさん、はい、自分に波紋の力がなくてもゾンビと立ち向かったり、自分ではなくツェペリさんを優先して治療していたり、とてもかっこいい姿でした。やはり石油王になるだけの男ですねジョジョシリーズ、そして2021年4月のイベントがどんなものになるか今からすごく楽しみです。というわけでアイリさん、18歳の方から、ありがとうございます。18歳だ、10歳だったら放送してた時、ね、あのオンタイムではね、ちょっと夜更かししちゃいけませんよみたいな感じになっちゃう、ね、まあまあそうね今でもネット配信でね、いろんなとこで見られたり、再放送もバンバン、いや始まった時ね、ちょっと今回9話で短いけど再放送いっぱいするからってね、プロデューサーさんがおっしゃってた。本当に再放送めちゃくちゃしててびっくりしましたね、こんなこともね。じゃあ続いてのお便りでございます。26歳のジョナチューさんからいただきました、はい、おきつさん、上田さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。ジョースターレイディを配信おめでとうございます。各月のパーソナリティの皆さんとアニメジョジョを振り返れるのを楽しみにしています。私は中学3年生の時にジョジョと出会ってからずっと大好きで、中でもジョナサン・ジョースターが一番好きなキャラクターです。ありがとうございます。ですので第1部のアニメ化が決まった時、本当に嬉しかったのですが、どんな声になるんだろうと少しだけ不安でした。ですが PV で初めてサンライト・イエロー・オーバードライブを聞いた時、ジョナサンだと何の違和感もなく受け入れられました。たった一言でおきつさんのジョナサン・ジョースターに引き込まれた時の感動を今でもはっきり覚えています。ありがとうございます。山吹色の波紋疾走って書いてくれてますから、ね、さすがちょっと本当にサンライトイエローオーバー、ここまでしとこう。おジョースターさん4回あるからね続いてでございます。なんと海外からもメールがあら海外からメールがすごいそうで、はい、ペンネーム知らないさんからいただきました、はい、18歳の方でございます、はい、フランス人ファンの私は自動翻訳機を使わなければならないので日本語が読みづらくて申し訳ありません。読めてますよ読めてますジョースターレディオとしては沖津さんのジョナサンへの思いをぜひ聞いてみたいと思っています。その瞬間に彼はマークされたのか、上田さんはスピードワゴンの役を楽しんでいたのでしょうか。ここヨーロッパだけでなくアメリカでもファンに愛されているキャラクターなんですよ。 We all love you here. 頑張れ。わー、ありがとうございます、はい、
国際的になってきましたね。まあもともとほら ね、うん、海外にもファンがいたっていう、ね、多いとはね言ってましたけどね、作品でしたから、まあでも今はもうみんな知っていただいてるっていうことで、ファンの方がどんどんだとこう10また18歳の方です、しかもフランス、ね、嬉しいですね。フランスはだってね、あの荒木先生もあの、うん、展覧会とかもねやったりとかして、そうだそうだ、だからやっぱりあれルーブル美術館に展示されたとかね、ありましたもんね、ありましたよね、そう、 そうそうだそうだそうだ、ゆかりがずあるんですね、世界的にビッグになっておられております、荒木先生。さあそして、お英語です、オースティンさんから Thank you 英国人だからね、 I honesty part 1 Johnson Justin part 1 overAll is criminality. ジョーさんです。ジョーさん大丈夫ですか、翻訳します。はい、私は本当にパート1を楽しんだ。ジョナサンとスピードワゴンは素晴らしい仕事をしました。キャラクターをとても生き生きと感じさせられました。ディオと同じ私のお気に入りの悪役の一人。いい仕事を続けてください。ディオと同じ私のお気に入りの悪役の一人、ディオも同じ、ディオも同じ、ディオも同じだと、でディオはお気に入りの悪役の一人だと、でいい仕事を続けます、 Thank you すごい幅広くない、これちょっと、ね、あれ結局向こうでも吹き替え、うん、英語吹き替え版があるっていうこと、うんうん、吹き替え版があるとの噂ですよ、ちょっと聞いてみて、ね、Turn right youオープンドライブってオープンドライブって言ってるそっかでも英語だと逆に普通だねじゃあ逆にあの日本語にするとかっこいいってことで山吹色のっていう波紋しそうって海外版は言ってる可能性は山吹色のって波紋しそうちょっとおかしいことで翻訳するならこう逆にね、逆にね、どっちでやってるんですか、和のテイストで、どっちでやってるんですか、偉い人後で教えてください、ぜひ見てみたいですね、はいはい、ちょっと本当にそんなわけでもう話はつきませんけれども、これ第1回目ですが、はい、まだねあと3回ありますか、そうですよ、ちょっとあんま飛ばしすぎちゃうね、本当にあのたくさんメールを本当にありがとう、8年経ってますから ね、 我々もめちゃくちゃ届いてるらしいんで、はい、もう後でじっくり読ませていただきます、はい、本当にありがとうございます、メールの紹介のコーナーでした。ここでお知らせです。この度アニメーションシリーズ初となる歴代主人公キャストが集結するイベント、2021年4月4日ジョジョの奇妙な冒険ジ・アニメーションスペシャルイベント、ジョースター受け継がれる魂の開催が決定いたしました。登壇者はジョナサン・ジョースター役沖津和幸、ジョセフ・ジョースター役杉田智和、空城城太郎役小野大輔、東方丈介役小野勇気、ジョルノ・ジョバーナ役小野賢章を予定しております。チケット情報などの詳細は今後発表となりますのでお待ちください。そしてジョジョの奇妙な冒険アニメーションシリーズは各配信サイトにて好評配信中です。ジョジョの奇妙な冒険最新シリーズジョジョリオン24巻が好評発売中です。続いてアニメイトでのテレビアニメジョジョの奇妙な冒険シリーズのフェアの開催が決定いたしました。歴代ジョースター家の新規書き下ろしイラストを使用した新商品の販売のほか、ノベルティープレゼント、等身大パネルの展示なども行います。日程は11月27日金曜日から12月20日日曜日、アニメイト池袋店、仙台店、札幌店にて開催となります。また2021年1月中旬から2月上旬には大阪日本橋店、名古屋店、福岡店でも展開いたします。詳細はメディコスエンターテインメントの公式ホームページまたは公式ツイッターアカウントをご覧ください。テレビアニメジョジョの奇妙な冒険と WeGo のスペシャルコラボアイテムが本日11月8日日曜日発売になりました。今回のコラボでは第1部から第5部の敵たちをデザインしたパーカー、プルオーバー、トートバッグ、キャップの4アイテムが登場。全国の WeGo 店舗または WeGo オンラインストアにてぜひお買い求めください。続いてアプリゲーム情報、ジョジョの奇妙な冒険スターダストシューターズジョジョのピタパタポップはアップストアおよび Google ストアで好評配信中。スターダストシューターズでは11月は超降臨城太郎&光一や期間限定城介&三木隆などダイヤモンドは砕けないのキャラたちをピックアップ中です。ピタパタポップでは11月はファントムブラッドにフィーチャーした試作を実施中。
プレイしてアプリ内で使えるデコシールをゲットしよう。そしてゲームセンターで好評稼働中のスタンドバトルロイヤルゲーム、ジョジョの奇妙な冒険ラストサバイバーに新たなキャラクターとしてナランチャギルガが追加となりました。また現在開催中の新アイテム追加イベント波長の合わない2人では、期間限定で新アイテムとジョウスケ露伴関連アイテムの排出確率が大幅アップ中。ぜひゲームセンターでプレイしてください。詳しくはジョジョの奇妙な冒険公式ポータルサイトをチェックしてください。というわけで第1回はここまでです。いや、喋りすぎました。次回は11月15日日曜日更新でございます。いや、15分番組だったんですよ。これまあ、2人でねジョジョの話するのも久しぶりだから、もうめちゃめちゃ久しぶりです。いいか、こう喋るとまた、あ、そうだったこうだったってどんどん出てきちゃう、うん、スタジオで会うと静かなのにジョジョの現場来るとすごいうるさいんだもんけどさ。でそれは仕事だから役だから。まあそんなわけで、まあ、まだあとね3回ね、2人をちょっとね、はい、お届けしたいと思いますけど、楽しみにしてて、気合い入れていただいて、さらにね、さらに気合い入れて、さらに気合い入れて、ね、まだ話足りないということなので、はい、来週も上田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それではジョースターレイディオ第2回までごきげんよう。この番組はジョースターレイディオです。ジョースターレイディオはスピードワゴン財団の提供でお送りしました。迷いなき覚悟